会場は寒いっす。もう寒いっす。寒いっすよね、今日ね。そう、寒いっす。カーディガンが欲しいな、カーディガン。カーディガンが欲しい感じです、今日の会場は。さあ、アゲインですね、これはね。アゲインになったら今度後投げの篠野選手が先投げと変わります。さあ、どうなってる、どうなってるか分かんないですね、これね。さあ、知能選手先行の501ゲームスタート。知能選手調子いい感じですよ。いいダーツしてます。浅田追撃の一番手になりうるかもしれませんよ、知能マス。さあ、森選手もね、独特のフォーム、なんですかね、ちょい投げのようなね、こうあまり腕を振らない。さあ、4号ブルですね、ブルからのサブ。サブロックアレンジですね。いやー、いいですね。今日は知能戦仕上げてきてますよ。 PT300 でしっかりとね、回すのがなんか かっこいいですよね。特徴的な森選手、バスケットから来てるこの肘を伸ばさない。知らないの、森選手。カットからの加点、決まれば B。 さあ、カットからの18。さあ、決まれ
ればビッグラウンドでしたけどね、決まらず。さあ知野選手、18オープンからここでためを作りたい。ここでためを作ってディフェンダーの押し上げを待つみたい。いやこれダブルアウト、ダブルカットミスはいただけないですね。さあしかしトリプル打ち込んで B ですね。カット、知野真澄プレッシャーかけてきますね。さあここはカットから、あプレッシャーにかからずですね、なんとかカットしました。さあそして知野選手しつこいですね。さあそしてここカットいくんじゃないですか、いかずですね、ここはいかず、ゲット。行かざるを得なくなりますよね。さあインナーからのオーバー、オーバーしました。ここの2人の試合もグッドゲーム。さあ加点からもう1本加点ですね。さあここで6本で点数を離す。までですね。さあ知野選手3本使ってもいいと思う。もう1本、さあここで7本打ち込んできた。101点差は大きいんですよね、意外と大きい。101点、そうです。
ですね、決勝トーナメントはやっぱり、5点じゃちょっと厳しいですよね、まあ、選手にもよりますけど、まあ、本当に5点は欲しいですよね、5点じゃないですね、もうちょっと取らないと厳しい状態ですよね。あー、血の増す海、キレキレですよ、今日。これは浅田聖吾との対戦が楽しみだ。まあ見せどころ、見どころ満載ですね。さあこれで地の真澄が楽になった。いや、森勇輝ももう拍手するしかないと、対戦相手が、あ、もう参りましたと、もう拍手するしかなかった。すごいゲームです。 8.18 ってどういうことですかね。いやー、なんなんすかこれは。いやー、恐るべしのマスミ。